皆さんこんばんは、ワイワイニュース山崎です。今日は2015年の11月の26日ですね。曜日が木曜日、時間が6時43分ということで、約40分ぐらい遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、世界は確実に世界恐慌と第3次世界大戦、核戦争に向け爆心しているように見えるが、それを阻止することは可能なのかというのが今日のメインテーマですね。ということで、今日の放送原稿に従って、始めたいと思いますけど、一番最初ですね、いわゆる昨日おとといに、11月の24日ですか、放送妨害が組織的に意図的にされたということで、放送妨害者への警告ということをまず最初、掲げるということですね。で、放送妨害を目的とするジジイ死ねとか、なんでこんなジジイがツイキャスしてんのかなどの妨害コメントを大量に書き込むことは厳禁とするということですね。それでジジイ死ねは殺人教唆であり、また一度に大量のコメントの書き込みをするのは威力業務妨害となり刑事告訴の対象となると。でこのような妨害行為は日本国憲法第19条思想信条の自由、第21条表現の自由に違反する言論妨害、言論弾圧であり、また刑法の威力業務妨害の重大な犯罪行為であると。私は、放送妨害者を刑事と民事で個人責任と組織責任両方で徹底的に追及するので警告しておくというのが今日の最初のあれですね。これを貼り付けようと思うんですけど、これですね。そして続きを、マイナス33。これはあれかな、2つに分けますね。そして、3分割ですね。ということですね。言論妨害から威力業務妨害、重大な犯罪行為であると。で私は放送妨害者を刑事と民事で個人責任と組織責任両方で徹底的に追及するので警告しておくということですね。コンティニューコインですね。桐生仁さん、コンティニューコインありがとうございます。それからプリンプリンも呼びたがってるお茶ですね。から、ひろかず、早川さん、コンティニューコイン。それから、ジェイさんが、お茶が3杯、4杯、5杯、6杯ですね。大量のお茶、ありがとうございます。白玉あんこさんが、お茶が2杯と、コンティニューコイン1枚ですね。配信ありがとうございます。勉強させていただきます、ということですね。あ、4杯ですね。5杯だ。ということです。から今日の最新のお知らせ、これは昨日おとといの火曜日の、これは事件なんですね。11.24 組織的、放送妨害事件と
ということなんですね。で、火曜日ワイワイニュースライブ放送中、全部で1時間48分あったんですけど、書き込まれたコメント数が通常は200から250件あるんですけど、その裁判約3倍の658件もあったと。で、その中で妨害コメントが364件と、6割が妨害と。で、普通のコメントは294件でしたと。で、一度にこれだけ大量のコメントが書き込まれたのは偶然ではないと。私のタブーなき世直しテレビ、ワイワイニュースライブの放送を妨害する目的で組織的になされたものであると。で、これらの行為っていうのは、おそらくですね、自公ファシスト政権の安倍自民党と創価学会イコール公明党の情報工作部隊が電通博報堂に資金提供して、創価学会信者やネトウヨを使ってやらせてんだろうと。で、このような今回のように、これらの行為は、まあ、先ほど言ったいわゆる自民党、安倍自民党情報なんかインターネット局みたいなのがあるんですね。平井とかなんていうのかな、局長岩井かな、それが組織的にやってると。で、まあ、電通とか博報堂に下請けをさせて、そこが暇なバカ者を、ネット運用のバカ者を使って、このように妨害させてるということでしょう。で、今回のように放送妨害のために大量の妨害コメントが送り込まれたというのは、2年前の2013年8月事件、これで2度目ですと。で、前回は創価学会本部の指令で、創価学園生徒レイニエというハンドルネームの創価洗脳高校生がですね、2、30人の仲間と共謀して1時間の放送中に700件の妨害コメントを書き込んだということなんですね。で、一昨日の妨害コメントは、今日の特集ということで、この後詳しく取り上げますけど、明細はお読みくださいと。から今日の最新のお知らせで2番目、先ほど郵便局員がマイナンバー通知書を簡易書き留めで配達に来て、まあ、私は当然ながら受け取りを拒否したと。で、これはジョン・ロックの言う、すべての国民が自然権として持っている抵抗権を、まあ、実施したままでですよということですね。シュウさん、お疲れ様です。おそらくここに的がありますよってフラッグを立てる人間がいて、それにつられて連中が来るのかもしれません。なるほどね。ケーキですね。あ、ケーキって初めてですね。花さんからお茶、白玉まんこさん、あ、これは読みましたね。6杯ですね。それとコンティニーコインと。おそらく最初にフラッグを立てる人間、立てた人間っていうのは、まあ、情報工作員最低級でしょうね、おそらく。ろくでもないコメントしか出せないという最低級ランクの情報工作員がお金をもらって、一番最初にフラグを立てると。で、ここを攻撃しろという合図をするってことでしょうね。それで今日の特集として、11.24 組織的放送妨害事件全記憶という、これ一つの事件ですからね。で、先ほど言いましたように、通常だったら200から250件のコメントなんですけど、おととい火曜日は658件だと。そのうち364件は妨害コメントということですね。で、この妨害コメントを大量に、書き込むという行為は、まあ、私のこのタブーなき世直しテレビ、ワイワイニュースライブの放送を妨害する目的で組織的になされたのは明らかですね。で、これらの行為は日本国憲法第19条、思想及び良心の自由、思想及び良心の自由はこれを犯してはならないということですね。だから放送中に私が思ったこと、
を妨害するということですね。それから憲法第21条1、集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。だからまさに言論の自由、表現の自由を妨害するという 憲法違反ですね、2つの。それと、この威力業務妨害という刑法の犯罪に当たるということですね。前回のその2008年の妨害事件、これに関してこの前、ブログを再掲したんですよね。でこれ の URL を貼り付けますので、ぜひ700件の妨害コメント全部載ってますんで、これですね、再掲ブログ記事2013年8月5日、8月5日から8日、24日という3回に分けてきたんですね。でレイニエっていうのが創価学園の生徒です。それが同じようにツイキャスで、放送してるんですよね、自分の音楽を。でその番組の中で自慢げにですね、生意気な親父にみんなで、妨害してやったということを自慢げに、話してるというのを、まあ、視聴者の方が聞いてですね、こいつが犯人だということで分かったんですね。広和早川さん、マイナンバー来ましたが放置してありますと。うん。から、ゆうさんはお茶ですね。それで、この中でですね、特に悪質な妨害コメントをやってるやつが何人かいたんですね。で、最悪なのが、このレッドっていう13件書き込んだやつがいるんですよ。今、この、3番目に書き込んだとこういうことなんで、こいつは明らかに借りをもらっている情報工作員、最低級の工作員だろうとこういうことですね。暇人クソジジイとかですね、さっさとやめろ、じいさんもう無理すんな、こんなクソジジイの話、それからオウム真理教ですか、もうみんなお前のお葬式行かないよ、お前は在日初体験の話してくださいよ、エロジジイ、クソジジイ、初体験の話お願いします、在日帰るよと。だから、ま、難しいこと言おうとしてるけど誰も聞いてないから、さっさと何か言いたいかを言えよという13の書き込みをしたこの、レッドっていう、これ今ツイッターのアカウント、サバージュレッドとかなんかです。だから最初から妨害する目的で待ってるんですよね。だから3番目にこれですね、サバージュレッド、3番目の発表したこいつは明らかに金をもらってる情報工作員だろうと。だからこいつのあれ、ちょっと皆さん、これツイッターアカウントですからね、素性を調べてください。マツコさん、ツイキャス配信中ですね、今日のメインテーマですね、放送中。あ、シカゴさんもそうですね。からマイナンバー受け取り拒否と、お茶ですね。あ、マツコさんですね。こんばんは、証拠保全のために妨害コメントは保存の必要ありではと、全部取ってありますよ。常連さんは相手にしないでスルーすることをお勧めします。いつも過敏に反応しすぎだと思います。いや、そういう意見もありますけど、こういうのは徹底的に責任追及すると、断固戦うということが必要なんですよね。黙ってるとあいつらはつけ込むんですからね。ヤクザとのヤクザ以上ですよ、最悪ですよ。シュウさん、通常嵐をスルーするか泣き寝入りするんですけど、さすが山崎さんってこと。そうです、私は徹底的に戦うんですよね、冗談じゃなくて。から2番目に悪質なやつ、それはですね、
レッドの次、進撃の富男っていうやつですよ。4回の書き込みで、一番最初の妨害コメントを書き込んだな、この進撃の富男、進撃の富男ってやつね。クソの塊とかね、クソですとかね、お前がバカだよ、醜い顔をさらして、完全に病気ですから、この4件の最低の書き込みをしたやつ。これもあれですね、今アカウント名さらしますんでね。4件の書き込みをした進撃の富男ってやつ、こいつの素性も、皆さんの、初見というのはもうやめろって言うんだよね。もう初見と書いてあるのは全部削除するからね。このハラペコゴッドという進撃の富男、これは情報工作員ですよ。一番最初に書き込みしてるっていうのは、要するにフラグを立ったやつじゃないですか。だから次に、チンチンという2件の書き込み、これは在特系ですね。朝鮮人は好きですか、朝鮮で反日活動しとけよという。みなぞうさん、マイナンバーまで来てますが、拒否しましょうと。そうですよ、受け取んないと。で、今なんか郵便局に84万通が入ってるという、かなり人が拒否してるんですね。シカゴさん、そうですね、通知カードは受け取ると義務が発生しますと。通知カード受け取ってマイナンバーカードですなんかが OK を嘘と、これは嘘なんですね。だから受け取んないというのは正しいんですよね。あ、土山さんですね、毎日ありがとうございます。コンティニューコインと、だからお茶が5杯ですね。進撃の富男って言いましたっけ、あ、チンチンだね、今度。これは在特化ですよ。朝鮮人は好きですかとね。在特化、チンチン、2件の書き込み。さあちゃんさん、こんばんは、今日もよろしくお願いします。これですね、チンチンってやつ、2件の書き込み。それから次に、あ、こいつは在特化情報工作員だって書いてある、ね、からあとはユタってやつ、とんでもねえクソ親父おるなと、非国民かと、こういう書き込みをしたばかりだね、ユタ。マイナンバー父が受け取ってね、だから返せばいいんですよ。間違って増えちゃったから郵便局持ってって返還しますということでいいんですよ。で、返還した証明書をもらうということですよね。ユタ、白玉あんこさん、今日届きましたが受け取り拒否しましたと。そうですね、配達員さんもこの制度どうなんでしょうねと言っておりましたと。そうなんです、国民の財布口座財政状況すべて、国家が見通せるっていうのはとんでもない制度ですよね。で、フランスでもこういう、社会保険のせい、番号があるんですけど、これは社会保険だけに通用する番号で、他になんか全然流用してないですよ。日本はもう官僚と政治家がグルになって、マイナンバーをすべて
に使うとこういうことをどん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 やってて、誰も歯止め聞かせないというとんでもないことが起こってるんですよね。返還ですね、分かりました、返還ですよ。それでちゃんと返還しましたよっていう証明書をもらうんですよね。これですね、ユタ、それから一件の書き込み、君島、ジジイ何様だ、テレビに出てるコメンターごっこかよ、どうせ共産党好きのチョンだろうという君島、本当悪質だよね、こういうチョンとかね、ジジイとかね、何なんだよこいつは、顔見てみたいな、こういうやつの、どういう顔をさらしてんのか、国に帰ると、これも在特系でしょうね。日本国憲法なんかも関係ないところで多くのこういうバカ者が日本にはうごめいてるっていう恐ろしいことですよね。君島、だから井上隆之っていうのはですね、じいちゃん おじいちゃん病院行った方がいいよという、こういう書き込みをするバカがいるみたいな。井上隆之、これ本名だからすぐわかるでしょ、素性は。これだね。そうすると最後ね、これも本名でやってるんですけど、クソジジイがツイキャスやってんじゃねえよで怒るってやつ、中西達也という名前なんです。これを調べたら中西達也のツイートがあって非公開で、でも茨城県坂東市猿島中学校3年って自分で書いてあるんですよ、自己紹介で。写真も載ってるということで、本当バカだね。後で追及されるの知らないですよね。私言いたいのは、こういう中学3年生をに対してこの中学校の先生、校長さんあるいは保護者、日本国憲法のことを全然自分でも知らないと、自分たちも知らないから、こういうガキにちゃんとした教育はできないでしょうね。実名でコメントを囲んで、こいつは茨城県坂東市立猿島中学の3年と、この中学校も彼の保護者も日本国憲法を知らないからちゃんと教えていないのだろうということで、こういう岸田みたいなやつが登場しちゃうんだね。高橋さん、秘密保護法、戦争法は日本版 NSC、 そしてマイナンバー、これらすべて憲法違反で権力の暴走、拒絶の意思を示すのは当然の限り、そういうことですよね。ということで今日の、それで、まあ、明日ですね、364件の妨害コメントすべて晒しますんで、明日の特集ですね、ブログにアップしますんで、ぜひ、お読みくださいと。364だな。今日全部、あげようと思ったんですけど、到底、あげられないということで、明日それだけ取り上げて、ブログ記事にしますんで、参照してください。だから今日の一言ですね、これは前から言ってるんですけど、死や病気や地震や飢饉などから人間を救ってくれる全知全能の神などこの世には存在しないんだよ。全知全能の神を救ったのは神の意思と言葉、神の意思と言葉を伝えることができると嘘を言う預言者が信者を洗脳し支配し搾取するために作ったんだと。だから池田大作なんかまあ典型ですよね。あの嘘つきの二重人格者、あの信者に言ってることと実際に自分がやってることは全く反してるっていう、嘘つきかつ二重人格ですね、完全に。それに騙されてる信者が100万人ぐらいいるという、ね、とんでもないことですよね。ということで、安倍晋三とすごい似てますね。
もっと狡猾ですね、池田大作の方が。ということで、全知全能の神なんかこの世には存在しないと。だから 全知全能の神を自称するこういうカルト宗教の教祖とか、あるいは何ていうの、名誉会長とかですね、そういうのをなんで信用するのと、なんでお布施を年間2000億も出すのと、バカじゃないかと思うね、本当ね。だから2番目、人間とすべての世界は全知全能の神が1週間で作ったというのは大嘘だと。人間は40億年前にできた原始的な細胞が40億年かけて進化したんだと。これは特にアメリカ人の4割が信じているというキリスト教原理主義、福音派の教えがこういうことで、だから福音派の信者は子供が公立学校行くと、要するに人間は40億年前にできた原始的な細胞が40億年かけて進化したんだということを教わってくるから、これは大変だということで子供を学校に行かせないで自宅で勉強させるんですよね。だからとんでもない子供が大量生産されているとこういうことですので、新興宗教、宗教の宗教における子供を洗脳するということはどれほど罪深いかと、その人間の一生台無しにするんですよね。抜けないんですよね、これね、子供の頃から受けた洗脳っていうのは。オウム真理教でも洗脳された人たちがなかなか抜け出せないと。で、まあ、彼らは、まあ、20歳ぐらいになっていわゆる高等教育を受けた東大生なんかが、まさに、自称神、全知全能の神を名乗った朝原将校に洗脳されて、身ぐるみ、全財産持っていかれたということですので、でも、カルト宗教は、あるいはキリスト教原理主義なんかは、もっと小さい、3歳、4歳、5歳、その子供たちを集めて、サマーキャンプかなんて言って、それで、洗脳するんですよね。そうするともうひとたまりもないですよね。だからイスラム原理主義の、イスラム国の自爆テロ、あるいはアルカイダの自爆テロをする若者はみんなそうですよ。小さい頃から、近所のイスラム教の塾に通って、もう四六時中コーランを暗唱すると。そして宗教指導者の言うことに洗脳されて、神アラ、唯一の神が絶対であり、アラを信じない異教徒あるいは無神論者は敵である、殺しても構わないというようなことを小さい3歳4歳5歳から毎日教えられたら、もうお前の、存在というのは神のもとに、ジハードで、自爆テロして死んでも天国に行ってアラに会えんだよという大嘘ついて自爆テロの志願者を増やしているというとんでもないことをやってるんですよね。だから宗教そのもの、そしてその宗教の原理主義の唯一心を徹底的に洗脳して、自分の命財産すべてを神に捧げさせるというカルト宗教の恐ろしさっていうのは、大変なもんですよ。だから宗教自体がそういう危険性を持ってるんで、だから宗教とイデオロギーっていうのはもういらないんだよね。だから3番目、戦争は偶然に起きるものではないと。まあ、昨日のフランスの総統で毎回言うんですけど、戦争は偶然に起きるものではない。戦争は世界支配層が周到に準備して起こす軍事テロであり、それはあたかも偶然に起こったかのように偽装されるんだということですね。ステンキーさん、コンティニューコインですね。周さん、若い、経験不足が否めませんので、すり込み洗脳し放題と、教育現場がやばいです。だから安倍晋三は
教育を乗っ取ったんですよ。そして、検定、教科書を検定して修正、歴史修正の過去を全否定して、太平洋侵略戦争っていうのは、あれは侵略戦争じゃなくて、欧米列強の白人に支配され植民地されていたアジア太平洋諸国民を解放するための解放戦争だったと。それからアメリカとの戦争は、あれはアメリカによる石油の禁輸とかですね、等々で、大変な国民経済が破壊されるという中で、自国民を救うための自衛戦争だという、とんでもない。そして、従軍慰安婦というのは、あれは軍隊が強制したものじゃなくて、お金のために女性たちが売春するために自発的に、応募してきたんだとか、ね、あるいは南京 大虐殺はなかったんだと。あったとしてもせいぜい数千人の犠牲であって、中国の言う30万の犠牲なんてのはありえないと。でもあの南京の状態で、難民等々が結局南京の市内に避難のために、あふれかえっている。それを取り囲んで、そして、武装解除して、そして、市民の中に紛れ込んでいる、いわゆる中国軍蒋介石のいわゆる兵隊なんかを摘発するんですけど、みんな民間の服を着てるから誰が誰か分からないということで、結局は市民を大量に殺戮するということで、20万30万人殺したんですよ。そのことを彼らは一切認めない。で、そういう教科書を作って、子どもたちに洗脳して、愛国教育をして、それから軍国教育をして、いつの間にか軍国少年になって軍国少女になって、こういうことでしょう。だから今日の座右の銘ですね、世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえないと、宮沢賢治のこと。これは私にとっては一番最高の言葉ですね。要するに他人の運命は自分の運命ですよということなんですよね。だから今世界を支配している世界支配層、あるいは安倍晋三および田伏マフィアの一味っていうのは、こんなこと絶対考えないんですね。自分の幸福、自分の周りの幸福があればいいと、他人の幸福なんか関係ねえと、他人を犠牲にして自分たちさえ良ければいいんだとこういう、もう完全に、いわゆる自己中の先民思想ですよね。から2番目、西郷隆盛、名もいらず、命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は始末に困るものなりと。この始末に困る人ならでは患難を共にして国家の大業は成し得られんなりと。これもいいことですよね、西郷隆盛。から3番目、孟子の言葉、天下の正道に立ち天下の大道を行う人とは、どんなに金を積まれようとも金の誘惑に負けて正道を踏み外すことは絶対ない。どんなに貧しくなろうとも志を曲げて金のために悪を働くことは絶対ない。どんなに強力な権力が脅しにかかろうとも恐れ命を惜しんで屈服することは絶対ない、ということですよね。だからもう昨日一昨日も言いましたけど、 NHK の平均年収1780万円のいわゆる一般労働者、一般庶民350万の5倍の年収をもらっている NHK の正規職員が、この間何の声も上げないというのはこれでしょう。金をいわゆる最高の 年俸をもらっていれば、どんなに NHK が安倍の言う通りになって、大本営発表報道しようが、世論誘導のためのさまざまな工作をしようが、自分たちだけは
豊かな生活が送れるから目をつぶろうというやからが1万人ぐらいいるんじゃないですか。とんでもないですよね。だからもうやめろって言うんだよね、そういうやつは。報道陣じゃないんだから、ジャーナリストじゃないんだから。だから NHK っていうのは報道機関じゃなくて世論誘導のための謀略機関ですよ。でその中で高級をハンデルっていうやつは謀略員ですよ、工作員ですよ。恥を知れって言うんだよね、本当の NHK の職員。何にも言わないじゃん。 NHK の労組っていうのがあるんだけど、うんともすんとも言わないんだよ。それと教育の現場のいわゆる小学校、中学校、高校、大学の教育者、教員がこの安倍の教育をファシスト的に管理、強化しているということに対してもほとんど声を上げないと。それで、まあ、松川さんなんかのいわゆる安保法制に反対する学者の会ということで、いわゆる大学教育あるいは研究者なんかは声を上げてるんですけど、何のうんともすんとも言わないのが小学校、中学校、高校の教師の日教組とか教育者の他の労働組合とかなんか知らんけど、何にも言わないって言ったら何、これほどひどい安倍による教育の介入、国家介入がこれほどひどくなっても彼らは、まあ、毎回言うように世界一の高級平均750万円と、まあ、NHK ほどじゃないけど750万の年収をもらっていると、普通の一般労働者の倍ですよ。それから世界一優遇恵まれた労働条件、そして退職金、そして年金、これほど金で買収されているということで、ほとんどこれほど荒廃した日本の教育に対して誰も戦おうとしないと。戦うどころか異議申し立てもないと、批判もしないと。何やってんだと。教育者なんだと。戦前の教育者が子供たちを戦争に動員したというのと全く同じじゃないかということですよね。それからということですね。だこの3つの宮沢賢治の世界全体が国ならぬ地や個人の国はありえないと。それから西郷隆盛の始末に困る人、それから孟子の天下の制度に対して天下の態度を行うと。この3つの大の目というのは本当今こそ必要だなと思いますよね。杉来さん、お茶が3杯ですか。からシカゴさん、ニュース23でキャスター岸の降板が決定の報道と、安保法制批判は放送法違反の意見広告は、これひどいね。これは読売と産経に全面広告、一面広告が出たんですよね。だこういうふうになっちゃうんですね。ファシストに屈服するってことですよね。だから今日の座右の銘、これも毎回言ってますけど、衆さん、大人でも窮地に陥れれば洗脳にかかりやすくとなるか、格差社会は故意に引き起こされていますね。そうですよ。だから窮地に陥って藁をもつかみたいという中でカルト宗教が登場するんですよね。ああいいですよと、あなたの悩みを解決しますよと。で、一旦は解決するんだけど、その後いわゆる支配と搾取が始まるとこういうことですよね。マガトマ・ガンジーの7つの社会的罪ですね。これは1925年10月22日に雑誌ヤング・インディアで7つの社会的罪、セブン・ソシアル・シンズを指摘したんですね。で、1、道義なき政治、ポリティクス・ウィザート・プリンシップ、労働なき富、ウェルス・ウィザート・ワーク、自覚なき快楽、プレジャー without conscience、人格なき学識 knowledge without character、 道徳なき商業 commerce without morality。 これは渡美の渡辺美希なんかまさにそうですね。人間性なき科学 science without humanity。 これはまあ原爆を開発した科学者たちだから犠牲なき信仰
worship without sacrifice。 これはまさに創価学会とかいわゆるカルト宗教ですよね。犠牲なんか彼ら教団の教祖とかいわゆる指導者は一切自己犠牲ない。犠牲を強いるのは信者のこと。だから信者から金を踏んだくるという犠牲なき信仰ですよね。から5番目、私に一国の通貨の発行権と管理権を与えよと。そうすれば誰が法律を作ろうと、そんなことはどうでもいいと。これはドイツロスチャイド商会創設者マイヤー・アムシェ・ロスチャイドが1790年に言ったこと。1790年ということは前年の1789年がフランス革命ですから、フランス革命の真っ最中に言ったってことは、要するに一国の中央銀行の通貨の発行権と管理権を独占すれば議会でどんな法律付けは関係ねえよという、フランス革命の反革命宣言なんですね、これね。で、325年経った今、世界はほとんど195カ国の中央銀行がロシアや国際金融マフィアに実質支配管理されているという、この325年前にマイヤー・アムシェ・ロスチャイドが言った言葉が実現しちゃっているという恐ろしいことなんですね。ジョナタンさん、教団側は金むしりですよ。だって創価学会が毎年2000億の現金を信者からむしり取ってるっていうのは一体何なんだ。このことに対しても一切大手マスコミは批判もしないと。2000億が集まってると、財務として、年の暮れですか、一人100万円ぐらい、2000億といくらなんですかね、200万人の人が一人10万で2000億か。いや、そんなもんでしょう。それで、1000万以上財務で協力すると、かつては池田が元気なところは池田大作が会いに来て一緒に食事するとかね、特別会待遇を与えてるから言ってましたけど、だからそのいわゆる銀行の罪深さに関して歴代アメリカの大統領は知ってたんですね。で、警告を発していると。で、第3代トーマス・ジェファーソン大統領、銀行は軍隊よりも危険であると。もしアメリカ人が一度でも市営銀行に貨幣発行の支配を許したら、銀行は私たちの資産を奪い成長するだろう。子供たちがホームレスになるまでと。まさに今ですよ、これ。子供たちがホームレスになるんですよ、今。教育を受けるために莫大な奨学金、あるいは銀行ローン借りて、で、卒業して、ちゃんと収入があれば返せるけど、収入がないと。4割が非正規だと。年収200万とか300万では到底返せないという。消費者金融並みに日本の奨学金制度がいつの間にか乗っ取られていると。これは銀行でしょ。銀行が乗っ取ったんですよ。から、第4代米国大統領ジェームス・マディソン。両替商はあらゆる形の乱用、陰謀、詐欺、暴力手段を使って貨幣とその発行をコントロールすることで政府を支配し続けていることを歴史が記録している、こういうふうに言ってたんですね。そしたらロシアで国際金融マフィアの暴力によって、ウィルソンという民主党の大統領候補が彼らの援助で大統領になり、そして1923年かな、12月の23日か4日にほとんどの議員が
クリスマス休暇で、地元に戻っていなかったという感激を縫って、この中央銀行設立の法律を通しちゃったんですね。だから謀略によって今の FRB ができていると。だからその謀略ってで、できている FRB は無効であるということで、あんなの解体すべきなんですよ、アメリカ国民は。なんで許してんのと。それでほとんどのアメリカ人は、この FRB が 100% 民間銀行であるということをほとんど知らされてないと、知らないという恐ろしいことが起こってるんですよね。シカゴさん、支配下にないシリア、リビア、ロシア等は攻撃、ロシア部下が支配する中央銀行リストということですね。最低は1万円から福徳を積むと言いますという。なるほど、そこは分かるんですか。最低1万円なんだ。ロシチャイドはビスがあるからね。その上にあるスイス金融のボスがシェルバーンと。あ、ヨナちゃんさん盛んに言ってるんだよ、シェルバーン。でもシェルバーンっていう名前は全然登場しないんだよね。だからロシチャイドの背後に隠れてるのがシェルバーンだろうということで、なんかこれあれに似てますよね。皮を剥けば剥くほど隠れてるのが出てくるっていう、玉ねぎみたいなものですよね。あ、そして財政支援のお願いですね。これは久しぶりですけど、独立系ネットジャーナリスト兼社会政治運動家山崎康彦の財政支援として年間購読料5000円をお願いしますということで、これを URL 貼っておきますね。モフネッコボウ、お茶さん、お茶ですか。今日は全然妨害ないですね。どうなったんですかね。中止命令が出たんですかね。昨日は良かったですね。静かでしたね。フランス語放送。久しぶりに。だから外国語でやってたから、介入できなかったんですよね。ということです。それで、まあ、5000円で、週1回休みで、年間だと300日。ということは、1日、このワイワイニュースライブの放送と、それから放送原稿を翌日アップしますので、ブログですか、読み放題ということで、1日に直すと17円です。ぜひ、賛同していただいて、1日17円の費用負担で、この映像とブログが見れると。で他方 NHK、はおそらく年間3万円以上ですよね。それからとんでもないどうしようもない、世論誘導の謀略機関となっちゃった読売新聞、産経新聞、あるいは日経新聞等々は年間4万円以上ですよね。そんなものはもう払う必要全然ないですよね。取る必要もないと。もう十分ネットで自由に情報は検索でき、情報は必要な情報は取れると。まあそれは玉石混交ですから、自分のいわゆる情報リテラシーというレベルを上げないと、間違った情報に煽られちゃうことがあるんですけど、逆に自分がそれなりのスキルを持てるということなんですね。1日17円ですよ、ジョナチャンさん。学会外の人間には会長との食事なんてどうでもいいが、学会の人はどう。そうなんですよ。だからあれなんですよね、神様になっちゃうんですよね。バカだよな、ほんとね。神様だったらあれじゃない、池田大作が死ぬってことありえないでしょ。なんでもう3年以上出てこないの。世界支配層って結局皮を剥いても後から同じように玉ねぎですよ、高橋さん、めまい。でもあれですよ、
玉紙全部殲滅すればいいんですよね。ロスチャイルもロックフラーも13世紀にスイスに結集した貴族たち、シェルバーン一族、またタクシン一族やサボイ一族の支配下にあると。なるほど、近くです。スイスなんですかね。スイスって国も怪しいですよね。ということです。あとはなんだ。今日のスローガン、新しく、前もやってたんですけど、今日のスローガンっていうのを新しく設けました。でこれは昨日のフランス語の放送の中で言ったことなんですね。今我々の戦うスローガンは下記の2つしかないだろうと。1が安倍次郎ファシスト政権打倒、山本太郎を首相に、反ファシスト統一戦線に結集せよと。から2番目、安倍晋三首相と田伏マフィア一味を国民反逆罪テロリストとして即刻逮捕を起訴し、裁判にかけて全資産を没収の上、極刑に処すべきと。最高刑死刑ですよね。処すべし。もし我々がそれができなければ、日本と世界の一般庶民は、米英ネオコン戦争派とイスラエルシオニスト戦争派だと、それに協力する安倍晋三と田伏マフィア一味によって、世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争の勃発によって皆殺しされるんだろうと。いうことですね。第二次世界大戦の加害者意識がないなと、ジョナちゃんさん、そうですね、そういうふうに誘導されたんですよね。だって最大最高の戦争犯罪人5000万人を殺した昭和天皇が何の責任も追及されないで、4人によって戦後名前を変えた天皇制のトップに返り咲いて、平和の象徴みたいな形でイメージチェンジしたっていう。彼は非常に頭がいいんですね。悪い知恵の発達した人間ですよね。それに、日本国民は今でも騙されているというんですから、とんでもないですよね。今戦う我々のスローガン、安倍晋三自公ファシスト政権打倒、山本太郎を首相に、反ファシスト統一戦線に結集せよと。これはいいですよね。誰も言わないけど、最近言い始めましたね、山本太郎首相にっていうのは。反ファシスト統一戦線に結集せよと。これですよ。安倍次郎ファシスト政権打倒と。から2番目は昨日のメインテーマでしたけど、クレジット、このボタンポチクレジット決済って簡単なんですかね。私できれば設置したいと思うんですけど、誰か どうすればできるのかっていう、周さん調べて教えてくれます？2番目、安倍晋三首相と田伏マフィア一味を国民反逆罪テロリストとして即刻逮捕起訴し、裁判にかけて全資産没収の上最高刑に処すべきと。それだけの憲法破壊、戦争誘導、国民資産横領、ありとあらゆる大罪を彼らは犯したんですよね。でイスラム国のテロリストが大変だと言ってるけど、イスラム国のテロリストどこじゃないですよ。あいつらは国の権力、国家テロリストですよ。そのこと誰も言わないと。シカゴさん、パリ同時多発テロで右派が大はしゃぐと、日本会議の田久保中英、早速戦争扇動、備え子は戒厳令は大歓迎と。リテラ、ほんとバカだね、あいつら。ファシストだね。原発の平和利用と同じですと。中身は核、中身は戦争責任者と。そうそうそう。杉ライトさん。ゼロさん、お茶ですね。今日のスローガン。で、もしも我々が戦いに、決起しないと。あるいは戦いに負けちゃうといった場合は、大変な世界が起こると。大変な結果になると。こういうことですね。今何分ですか？55分。
コメントが85件です。いいですね、こういう静かで。そして今日の推薦本、鈴木恵子さんの金融暴落から戦争に突入する日本、成功処方、これですね。これの続きですね。347ページから350ページを朗読するということで、タイトルは日本国民は悪魔の手先、安倍晋三に殺されるだけなのかということですね。2015年、新年が明けると同時にイスラム国による日本人人質事件が発生したと。先には安倍晋三がイスラム国日本人人質事件を発生させて、安倍晋三が2人の人質を殺したようなものであると指摘したと。そしてどうなったかというと、イスラム国の宣誓宣言、日本国民を皆殺しにしてやると。右の動きは第1章で時間を追って述べてきたが、だが彼らの動きは終わらないと。私たち普通の日本国民は時々刻々追い詰められつつあると言うべきだと。2015年2月13日、新聞は人質殺害、日本を恥ずかしめるため、イスラム国機関紙で主張と題して次のように書いていると。過激派組織イスラム国は英字機関紙ダビクの最新号をインターネット上に投稿したと。殺害したとする湯川春菜さん42と後藤健二さん47について関東の記事で取り上げたと。日本政府が決して身代金を払わないと分かっていたと。傲慢な日本政府を恥ずかしめるためだったと。記事だと。記事は日本は平和憲法があるにもかかわらず、2001年のアフガニスタン戦争で米軍などを後方支援、イラク戦争で自衛隊を派遣したと説明。当時イスラム国の前身組織がイラクで日本人男性を人質にしたが、日本は自衛隊を撤退させなかったので殺害したとして、日本は再びイスラム国に対する有志連合に加わったとしている。朝日新聞。本書の投資では、イスラム国は地球支配階級の手先である。だが彼らの論説言い分は正しいのである。彼らは非論理的な狂気の集団ではないのである。2001年イコール日本国はアフガニスタン戦争で米軍などを後方支援した。これはあれですよね、米軍の艦船に対して、石油をタダで供給したと、こういうあれですよね、石油給油だ。給油の船をタダで、アフガニスタンの米軍なんかに、2年か3年やったんじゃないですか。もっとか、4、5年か。で、2003年、日本国はイラク戦争で自衛隊を派遣したと。これは小泉純一郎ですよね。真っ先にアメリカの、ブレアと一緒に真っ先に、ブッシュ、チェイニー、ラムズフェルドが自作自演で起こした 9.11、テロを口実にして、犯人とでっち上げたアルカイダをかくまっているということで、アフガニスタンの合法政権を2週間後に侵略して潰しちゃったと。タリバンですね。で、それがずっと今でもタリバンとの戦いになって、おそらく50万人以上のアフガニスタンの人々は殺されていると思うね。そして2年後にイラクに侵略して、で、フセインを打倒したはいいが、その後内戦状態になって、で、その中で、イスラム過激派、スニ派、シーハーに徹底的に弾圧されたスニ派の部隊がシリアに逃れて、シリアで武装を強化してイスラム国になる。いつの間にかシリアとイラクの3分の1以上を占拠してイスラム国を名乗っている。これ全部アメリカですよ。全部元凶は、その彼らは今日本国をどのように見ているかと。2015年、日本国はイスラム国に対する有志連合に加わったと。彼の視点は論理的には正しいのであると。そういうことであるならば、近未来
彼らの宣言、日本国民を皆殺しにしてやるが実行されることは確実だと。私たち普通の日本国民はアラブイコールイスラム世界を敵と思ったことは一度もないと。というより正確には日本国民の多くは中東世界のことではほとんど知らない。そのような情勢の中で、なぜ私たちが彼らの標的にならなければいけないのかと。その意味ははっきりしている。ここで彼らの視点を提示しておくべきだろうと。この2015年、安倍晋三がイスラム国に対する有志連合に加わったと。読者はこれをどう読むか。繰り返しになるが重要なポイントなので再説しておく。彼の視点は論理的には正しいのであって、そういうことであるならば、近未来イコール彼らの宣言、日本国民を皆殺しにしてやるが実行されることは確実だと。本書における結論は以下の2点だと。これは論理的な結論だと。結論1、近未来イコール日本国民は謀略戦争に引きずり出されると。結論2、近未来、日本国民は悪魔の手先、安倍晋三に殺される。これを一体どうするのかと。こういうことですね。まさに。非常に論理的で、明快ですね。鈴木恵子さん。それから、今までこの部分は私が、文章を書き起こしてたんですけど、ものすごく時間かかるんですよね。ですから、もしもこの本をお持ちで、お時間がある方は、この朗読した部分をですね、テキスト化して、文章化して、私のメールアドレス宛てに送っていただければ非常に助かるということで、協力ボランティアを募集しますと。こういうことでよろしくお願いします。シカゴさんですね、朗読中ですね。シカゴさん、安保法制で自衛隊の退職者が続出と、2万人説と、安倍政権が進める経済的徴兵制で貧乏人から戦場へと行く国と、リテラル。そりゃそうでしょう。だって、今自衛隊に入っている方っていうのは、そんなこと全然聞いてないわけですよね。アメリカ軍の下請けとして、アメリカが始める海外侵略戦争に、自分が派遣されるっていうことは一切前提にされない。いつの間にかそうになっちゃったということで、当然やめるでしょうね。で、ようやく今日のメインテーマですね。世界は確実に世界恐慌と第三世界大戦、核戦争に向け爆心しているように見えるが、それを阻止することは可能なのかということですね。野望さん、シカゴさん、ありがとうございます。で、それはひとえに日本、米国、英国、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、スペイン、イタリア、北欧4カ国などの先進諸国と、アジアや中東やアフリカや中南米の国々の利権特権を拒否する戦う賢明な普通の市民が反金融支配、反軍事支配の戦いに総決起すること、およびロシア・プーチン政権と中国・習近平政権がどこまで米ネオコン戦争派とイスラエル・シオニスト戦争派の第三次世界大戦勃発への誘導謀略を阻止できるかにかかってんだろうというふうにですね。で、反金融支配への戦いといって何かというと、これはロシアで国際金融マフィアによる世界規模での金融支配体制を解体する戦いだ。その鍵は3つあると。で、1つは世界各国で当然のように行われている民間銀行への信用特権である準備預金制度を法律を作って禁止することである。民間銀行だけに与えられている無から金を作る詐欺システムを全面的に禁止することだと。から2つ目は各国の中央銀行が当然のように行っている紙幣の印刷権を法律を作って剥奪すること。そして各国の中央銀行をまず国有化し、次に国会に決定権を移す国民化することだと。から3つ目は各国の政府がこれも当然のようにしている政府による国債発行権を法律を作って禁止すると。で、国債発行です。で、政府が勝手に国債発行する権利を剥奪すること。政府による赤字国債や建設国債や財投国債など全ての国債発行権を禁止することで国の借金は発生しなくなると。この3つが鍵ですよ。各国の市民は頑張って市民革命を起こして市民革命政権を樹立して、この3つをまずやると。
そうするとロシアで国際金融マフィアの金融基盤であるこの3つがなくなるんで、彼らは解体されるんですよね。周さん、今思えば宮崎駿作ナウシカの原作は官僚機構に対する批判を暗示しているような気がします。あ、そうなんだ。あ、ということですね。それから反軍事支配の戦いとは何かというと、米英軍産複合体ネオコン戦争派とイスラエルシオニスト戦争派による世界規模での軍事支配を世界各国で解体する戦いだと。佐藤遥さん、私はこの年まで東京で生きてきたが、ブラック差別など一度も見たことがないといった粗末役し、お嬢さんばあさんなので世間知らずだと佐藤が死が語ってましたっていう、とんでもないあれですよ。おそらく彼女は笹川良一の隠し子でしょうね。執事がよくわからないと。だって あんな別に優れた作家でもないし、なんでこういうのが脚光浴びんのというのは、なんか血縁関係があるわけです。リア坊さん、もし国債が発行できなければ、だからこれが、こんばんは先生の話で本当に勉強になりますけど、こじこじ代表補佐さんですね。いやだから国債、政府がわざわざ国債発行して、巨額な国債をメガバンク、民間銀行に受けさせて、メガバンクに元本の支払いと利払いを保証して、毎年、25兆円もの国債費というのを払っていると。それをやめればいいんですよ。ということは、日銀が財源不足、例えば今年は20兆足んないと言ったら、日銀がですね、20兆円を印刷して、国、政府に貸し付ければいいじゃないですか。利子なしで、手数料だけで。印刷手数料だけで。だから財源不足なんていうのは関係ないんですよ。むしろ、国債発行によって、貴重な国民の税金がメガバンク、民間銀行の方に流れるような今システムなんですね。それをやめちゃう。だから国債発行しなければ、政府の財源不足は、日銀がその都度円を印刷して政府に届けると。それで、企業もそうですよ。個人でもそうですよ。あるいは地方自治体もそうで、足んない、あるいは融資を受けたいという個人は、日銀に言って、日銀が個人枠で、貸し付ければいいわけじゃないですか。だから民間銀行なんかいらないですよ、本当。すべて中央銀行が賄うと。個人にしても、企業にしても、地方自治体にしても、政府にしても。で、手数料だけで、安い手数料だけで、金利は発生しないということであれば、みんな頑張って働けば、返せるんですよ。今、金利があるから、返せなくなって自己破綻するわけですよ。ということですね。何でしたっけ。ああ、そうだ、軍事支配だ、次は。だから、金融支配には3つあるって言うんですね。一つは民間銀行の、いわゆる、いつも、リア坊さんですね。とても勉強になります。そうなんですよ。だから、みんなですね、国が、財源がないと国債を発行するっていうのを当然のようにして言ってるんですよね。当然じゃないんですよ。異常なんですよ。なんで中央銀行から借りないの？中央銀行が直接円を吸って、30兆だら30兆政府に供給すればいいじゃないですか。だから本当あれですよね。いわゆる経済学者、金融学者が一切このからくりを言わない。大手マスコミ言わないと、野党の政治家も言わないから、国民は騙されて知らないまま巨額な1054兆円、来年の3月末に1167兆円もの
国の借金を背負わされてるんですよ。1人当たり830万だと。こういう世論誘導されて、そうかというふうになってるんですけど、この莫大な借金っていうのは、みんな、歴代自民党と財務官僚と中央銀行の金融官僚、それとメガバンクが、共同で防御を図って、国民資産を略奪したんですよ、これ。それで、自分たちで好きなだけ使って、つけば全部国民に回すという、とんでもない、国家犯罪なんですよね。で、そのこと誰も言わないから、借金が増えてしょうがないと。だから、消費税を上げなくちゃいけないという。逆でしょうと。まあ、私が提案しているのは、この莫大な1167兆円の、国の借金は、特別会計に移して、塩漬けにすると。ですから、元本の返済も利払いもしないと。そして、日銀を国有化し、国民化して、すべて国会の常設委員会で、日銀の政策、金利、あるいは今年はどのぐらいの円を、一万円札を刷って、この経済、500兆円の国民経済がうまく回るようになるのかと。で、それには、まあ今年は例えば GDP ですよね。GDP の予想値、予想額を国会の調査委員会が決めて、で、今年は市中に回す。この経済を円滑に回すためには100兆円必要だと。で、そのうちの30兆が政府の赤字だということになれば、100兆円を刷ってそれを政府に供給すると、あるいは個人に貸すと、あるいは企業に貸すと、あるいは地方自治体に貸すということで、中央銀行が全てやると。民間銀行が金利を取ってやる必要ないんですよ。手数料収入だけでいいんですよ、国家機関が。なんでそういうことを言わないのと。不思議ですよね。ミクシーさん。その通りですね。安倍ファシストほど怖い政治家いないと。から、シカゴさん、名前や顔写真入りのカレンダーを無償配布は政治資金規正法や公選法に違反。疑惑の塩尻大臣を告発と始まった安保法制、これは日韓現代の最新版ですね。税金上がれば経済が良くなる、国の借金が減るなんてバカな考えはダメなんですよ。国民が潰れて日本は政治家によって破壊されると。そうです。政治家と官僚ですね。それと大手マスコミによって破壊される。こじこじさん、全くですよと。テストエンド試験学習に励んでください。このツイキャスにコメントするなら、ツイッターアカウントをオープンにしていただければ幸いです。シカオさんか。情報の拡散、共有を目的にします。ということですね。から、修二星野さん、お茶が2杯ですね。それと、軍事支配への戦いは何かというと、これは米英軍産複合体ネオコン戦争法とイスラエルシオニスト戦争法による世界規模での軍事支配を世界各国で解体する戦いと。例えば日本では何かというと、これはもう米国による戦後日本の植民地支配を可能にしている法的根拠である岸信介が強行成立させた1960年の日米安保条約が現在ずっと続いてるんですよね。1970年から1年ごとの自動更新だと。で、その10条にですね、一方の政府が破棄を通告すれば1年後には実施されると書いてあるんですね。だから、来るべき我々の市民革命政権が一方的に米国にこの日米安保条約の破棄を通告すると。そうすると、1年後には日本にある約100カ所の米軍基地と関連施設は閉鎖、撤去される。3万5000人の米軍兵士と軍属家族は日本から退去する。これこそが、軍事支配を解体する日本での戦いなんですね。だから同じように米国との安保条約を締結している韓国、台湾、フィリピンなどの政府がそれぞれ
植民地支配の法的根拠であるこの米国との安保条約を一方的に破棄すれば、日本と同じように米国のように軍事支配は終わらせること、これを世界規模でやればさすがの米軍も結局海外に1000カ所以上の海外基地を持ってるんですね。そんなことができなくなると、要するにアメリカ国内に全部の海外基地が放棄され撤退し、国内に限定されるということで、これができればまさに軍事支配の解体ですよね。ですから世界市民だと、各国の利権特権を拒否する戦う懸命な普通の市民だと、今こそ世界史を支配し搾取する基本構造であるロシアで国際金融マフィアの金融支配と、米軍産複合体ネオコンとイスラエルシオニスト戦争派による軍事支配を解体する市民革命の戦いに決起せよと、そして各国で市民革命政権を樹立して、この2つの基本構造を完膚なきまでに解体せよと、もしもこの我々のこの戦いに敗北すれば、日本と世界の国民市民は世界支配層が起こす世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争の勃発に乗って皆殺しにされるということなんですね。エレファントさんは今日のメインテーマ リツイートですね、ツイートイさんコンティニューコインですね。つなずきんさんがお茶が2杯3、メオさんがお茶が1杯から、すなずきんさん今日のメインテーマですね、ワイワイニュースただいま配信中ということです。修二星野さん、先ほど言いましたけどお茶3杯ですね。現在は77分06分から閲覧136名様、計435名様、コメント117件ということで、非常にいいですね、静かですね。エレファントムさん、今日のメインテーマですね。ということです。で、参考情報として、デビッド・ディオニシさん、この本は、これ紹介したことあるんですけど、この本ですね、原爆と秘密結社、成功書房、2015年7月30日発行、1700円プラス税です。これの82ページから83ページを、朗読しますね。タイトルは計画された3度の世界大戦ということで、ということなんですね。アルバート・パイクっていうやつ、とんでもないですよ、いて。で、死の決命団、要員たちは1871年に共同で謀略を巡らせ、1871年ですよ。だから、フランス革命の後ですよね。日本ではちょうど明治維新の直後ですね。第一次世界大戦を1914年に、第二次世界大戦を1939年に、そして第三次世界大戦をその何年か、あるいは何十年後にというように、3度の世界大戦を引き起こす計画を立てたと。死の決命団、要員たち。で、複数の信頼できる著作者の記述によると、アルバート・パイクは、1971年8月15日付でジョゼッペ・マッチーニに書簡を送り、3度の世界大戦の策動計画を伝えていると。マッチーニはフリーメイソンの最高幹部の一人で、ヤング・イタリア秘密結社を創立したが、この組織は後にマフィアとしてよく知られているコーザ・ノストラになったと、こういうことですね。それで82ページで、ウィリアム・ジーカーの記述によれば、パイクはマッツーニに、書簡を送り、世界統一政府の実現を促進するためには3度の世界大戦を必要とするとの構想を得たことを伝えたと。カーは著書闇の世界史において、1859年から1871年までの間、パイクは3度の世界大戦の軍事展開の計画とともに、20世紀中に最終段階に入ることを目指す陰謀に関して、それを推し進めることで勃発するであろう3度の主要な社会革命をも詳細に構想してたと記述している。このパイクの計画に対するカーの解説は、
実に驚くべき内容であると。さらにカーは女王記の著書で次のように述べていると。第三次世界大戦はイルミナティの工作員たちがシオニスト政治家とイスラム諸国の指導者の間に対立を煽り立てて引き起こされるだろうと。そこではイスラム教諸国、イスラム教徒を含むアラブ世界と政治的シオニズム、イスラエル国家を含むが相互に潰し合いをしている間に他の諸国もこの戦争をめぐって従来に増して分裂と対立を繰り返して挙句に大抗争に追い込まれ、ついには物理的、心理的、精神的、経済的なあらゆる領域で完全な疲弊状態に陥るように仕向けられるだろうと。偏見なく理性的に物事を見ることができるなら、中近東や極東地域でこうした極悪非道な陰謀が目下進行中であることを、一体誰が否定できようかということを言ってんですね、このウィリアム・G・カーという人。確かに、現在中近東や、これはまあこのディオニシさんの意見ですけど、確かに現在中近東や極東アジア地域で起こっている動きは第三次世界大戦に拡大する危険性をはらんでいる。本書が出版される頃には米国の政治指導者たちの中からロシアと戦争をせよと要求するものが出てきているだろうが、これは世界大戦へ突き進む危険極まりない予兆だと言えようと、こういうことだね。だから1871年ということは200年前、250年前ですか。このフリーメイソン、アルパート・パイクというこの親父ですね、これが世界統一政府を樹立するには3つの世界大戦と3つの社会革命が必要だという構想を、まあ、立てたということなんですね。いやこれがかなりそのような方向性になって、第一次世界大戦が1914年、第二次が1939年、そして第三次は戦後数年後、あるいは数十年後に第三次世界大戦が起こると。で、第三次世界大戦はイスラム国とそれからシオニストとの間の戦いになると。で、それが拡大して第三次世界大戦になるということですので、この今の現在のいわゆるイスラム国による虐殺ですね、テロで、フランスのオランド大統領は戦争だと叫んで、フランス憲法も改正して、戦争するんだというふうに完全に煽られているというのは、まさにこのアルバート・パイクが250年前に構想した戦略に沿ってんですよね。彼は完全にはまっちゃってるという、恐ろしいですね、オランドは。朗読中、推薦都市はシカゴさんですね。で、元米陸軍将校エンド実業界役員、解明した第三世界大戦原爆と秘密結社、デビッド・ディオニシ長ですね。高橋さん、3度の世界大戦が必要という彼らの論理、それを受け継いでいる人はおよそ人間的愛や慈しみの上回る心がないか見失っている、お金の力、兵器の力、つまり狂っていると。そうです、彼らおそらくユダヤのタルムードだと思いますね、源流は。自分たちが先民であり、神を信じているエリートだと。で、神を信じてない、いわゆる他の多宗教の人間、あるいは無宗教の人間たちを懲らしめる。で、彼らを家畜として我ら先民が支配管理するという権利があるんだというためには世界統一政府が必要で、そのためには3つの世界大戦と3つの社会革命が必要だという論理でしょうね。
シカゴさんの情報に感謝という佐藤春子さんですね。ということです。で、今日のトピックス、パリ、あ、これは面白いですね。山本太郎、パリ発、田中隆作さんですね。パリ発、フランスの山本太郎、憲法改正は民主主義を破壊するということで。そうですね。マメールさんっていう元の、あ、今も、あの、現職の議員か。フランスの、あの、緑の党の党首やった人ですね。それで、今回、フランスでの、あ、パリでのテロを受けて、非常事態宣言を3ヶ月間延長する法案したんだけど、反対したのは6人しかいなかったと。社会党3人、日本の党3人。で、全員が賛成すると。で、オランダは、フランスの憲法を改正するということを宣言してるんで、いわゆるフランスの彼ら本来言ったら社会党ですからね、サルコジとは違うんだよね。新自由主義あるいはネオコンでも、もう、パリのテロを受けて、オランダは完全に一致しちゃってるね。ネオコンと、とんでもないね。憲法改正や民主主義を破壊するっていう、この彼が言うのは正しいですよね。あ、これはちょっと URL をちょっと貼り忘れたから、あ、これはあの田中隆作ジャーナルの最新版ですので、ぜひお読みください。彼はあの日本の山本太郎と同じだって田中さん言ってるんですよね。要するに、断固として反対した少数派の一人だったということですね。あと、次、放水銃で渋滞のパク・ナムミ氏のオランダ人、の親戚、ハロルド・モナン氏、狂気もない年寄りに向け、放水銃、犯罪であり殺人、半魚ですね。これはひどいね。あのパククネはもう完全に親父と同じになって独裁体制で、反対する国民に対して放水銃をなあの向けたんですね。この放水銃がものすごい強力で殺人銃なんですね。で、この放水銃を作ったメーカーは人に当たると殺すと、殺人だから絶対使っちゃダメだって言ったんですけど、機動隊を使ったんですね。それで、68歳の農民ですよ。のパク・ナムミさんを直撃して、今、意識不明の重体でずっと病院に入っているという。だからもうすごいですね、韓国は。親父以上の独裁体制になっていて、反対するやつは暴力で鎮圧するというのが、パク・クネ。大統領になっちゃってて、稲造さん、ずっと前から計画されてたんですが、知ればするほど愕然としました。そうなんです、我々は死なないだけだったと、のほほんと知らないだけだった。でも今インターネットが発達してんで、大手マスコミが一切言わないと、学者が一切沈黙すると、野党政治家が一切言わないという、こういう秘密がもう公然と世界的に知られるようになっているのは、これはネットの大革命ですよね。それじゃあこの現実を知ってどうするのかと、怖いから何もしないんじゃなくて、まず今日のメインテーマですけど、いわゆる金融支配と軍事支配に対して各国の先進的な市民が立ち上がって連帯して革命運動を起こして、市民革命運動を起こして、市民革命政権を樹立して、この2つの世界中も、世界中を支配し搾取する基本構造を解体する戦いに、行かないといけないと。北朝鮮も食料だろうと。だから北朝鮮も結局イスラム国と同じように、あのアメリカのネオコン派、あるいはロシア軍の金融国際マフィアの援助がないと
存続できない国なんですよね、北朝鮮。だから国内で、ちょっとでも反抗があると過酷な処刑して、鎮圧しちゃうと。こういうことで、イスラム国と似てますよね。イスラエルもそうですよね。アメリカの後ろでやっていかないと一日も存続できないという、テロ国家テロの国ですよ、北朝鮮もイスラエルも。何の話でしたっけ。あ、そっか、ハンギョレ新聞、ハンギョレ新聞ぜひ読んでください。それから今何分ですか。あ、90分50秒です。それから新疆ウイルグの暴動に共産党幹部だが参加、地元当局者と AFP 日本語版と。だから中国も少数民族を徹底的に弾圧して、力で抑えるという政策に対して共産党幹部らが参加しているという、一枚岩じゃなくなっちゃったんですね。田中隆作さんのタイトルだけでも URL 貼り忘れちゃった。頭を冷やしんすさん、コンティニューコインですね。大量にありがとうございます。これですね、コンティニューコインが 1,2,3 枚ですね。トルコに対ロ関係は重要だろうと思うんですけど、いや致命的でしょ、トルコが戦闘機、ロシアの戦闘機を撃墜したっていうのは。要するにトルコの正体がバレちゃったということですよね。NATO の一員として対 IS 有志連合の中に加わったんですけど、彼らは、まあ、昨日も言いましたように IS のが盗み取った石油を運んで、イスラエルまで運んで、イスラエルで必要な書類を整えて、他の国、メジャー含めた石油会社を買い取るという中で莫大な利益を息子にさせてたんですね。でそれをロシア軍が500台ぐらい、600台ぐらい、1000台ぐらい破壊しちゃったということで、壊滅的な打撃を受けたんで、それに対する報復でしょ。だからバレバレになっちゃったんですよ、トルコが。結局は IS を支援してたと、その中で莫大な利権を貪ってたということが、ロシアの登場でバレバレになっちゃったということで、エルドランは大変でしょうね。放水銃、ハンギョレ、これも URL 貼り忘れたので、ちょっとタイトルで検索してください。周さん、戦後日本の早抜き、自分含めだと欧米型資本主義の洗礼を受けますので、共産社会悪というフィルターがかかり真理が見えなくなっているようです。そうですよ。だから共産主義対、自由主義国、これはもう彼らが作り上げた二極対立ですよね。それで、核兵器の生産競争させて、で1981年にソ連が崩壊したという中で、二極対立の一極がなくなっちゃったんで、それででっち上げたのが対テロ戦争です、テロリスト。それでアルカイダ、あるいはイスラム国を自分たちで作って、それであたかも二極対立するというふうに自作自演したのが現在でしょう。中国のウルグアイ族弾圧、IS 化を進める結果をもたらすと、対爆破事件は軍政権の中国より政府政策、ウイグル族強制送還の原因という。なるほど。集中スタンプ。ああ、なるほどね。極左暴力集団だって。名前が良くないね。それから、
新疆ウイルグ地区、これですね、これは URL がありますんで、AFP 日本語版ですね。これですね、中国共産党の幹部も加担してたっていう。から例の障害児の出産発言の茨城教育委員の辞職が決まるということで、なんで辞職なの、なんで辞めさせることできないのと。だからこれが日本の問題ですよね。憲法第、15条で、国民の公務員の選定罷免権というのを認めてるんですけど、選定はまあ政治家を4年に1度選ぶということなんですけど、公務員、政治家、公務員の罷免権があるんだけど、罷免できないんですよね。15条、公務員の選定罷免権、公務員の本質で、公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であるというふうに書いたんですけど、罷免なんか全然できないんですよ。だ今回の茨城県の教育委員、日動画廊のなんか専務かという女性ですよね。で茨城県では障害児の出産を減らしていくとなったらいいなと発言したという、もう優生思想そのものですよね。でこんなとんでもないやつを教育委員に任命した知事の任命責任もう一切、橋本明知事ってですね、一切問われないと。で本人が辞職願出したから辞めてもらったということで、それじゃ あこの憲法第15条の公務員の選定罷免権っていうのはどこ行ったのと。まあ1から10、日本はそうなんですよ。公務員、政治家、昭和天皇含めて、彼らの犯罪は一切免責免罪されると。で一方庶民の微罪があたかも重罪のようにして、大手マスコミが書き、それを真に受けて、世論も騒いで、そして、99.8% ですよ、刑事被告ほぼ 100% 有罪になっちゃうという、中国以上のとんでもない刑事司法ですよね。発言の茨城教育委員会の辞職だと退職金がも、あ退職金、あそうか、それがお金絡みなんですね。免職だと退職金なんかいらないけど、辞職だと退職金が出るとひどいね。プーチンの政治手法はかなり強引ですが、旧ソ連崩壊で共産主義はなくなったと思いますという砂月さん。だから今のまあ、各国 その市民の戦いとともに、プーチンが唯一、ネオコン、あるいはイスラエル等々の戦争暴力に対抗しているという意味で、彼とそれから中国の習近平、この2人の動きというのは非常に大きいでしょうね。もともと独裁、2人とも独裁者で、到底容認できないんですけど、でもそれ以上に悪いやつが登場したということですので、そこから黒人少年射殺の米警官殺人罪で訴追、身も凍る映像公開という AFP、 アメリカはもうどうしようもない内戦状態ですね、これはね。警官がもう、おそらく恐怖心なんじゃないですか、いつやるか分かんないからって言って、この少年がナイフを持って、車のタイヤなんかを刺してたということだけで16発も撃って殺してるんですよ、これ。恐ろしいね。今日の重要情報、これはロシアですね。桜井ジャーマンさん、日本ロシア機撃墜に関するトルコ政府の非現実的な説明を嘲笑する声がインターネットを中心に広がるという、もう弁明はすればするほど恥をかくと、トルコは。トルコの言ってた、やってたことがこれで暴露されちゃったということでしょう。あ
思いますよ。桜井ジャーナルさんですね。日本の資産も盗まれる、米による火事場泥棒、浜で、米がウクライナ支援と言いながら火事場泥棒、ウクライナ支援でまた安倍が、何百億かなんかやって、その金がアメリカにくすめられるということですかね。だからコラム、今日の注目、これはなかなか鋭いコラムですね。パク・クネ政権でよみがえる日程の討伐作戦という、これは旧韓国が 併合された植民か 100% 植民地にされた時代のいわゆる韓国人に対する仕打ちですよね。これはぜひ読んでください。一部の国の無意と、これ扶助、補助、ISを誕生させた。プーチンは知ってるんですよね。ネオコンがとイスラエルが作ったと。サウジアラビアは金出していると。イギリスも協力していると。だから、イスラム国に金出しているのが、アメリカ、イギリス、それからサウジアラビア、イスラエル、トルコ、等々の有志連合だと。もう知ってるんですよね。シロー、トグサンスのコンティニコンですね。ということです。101分54秒ですね。閲覧132名様、計538名様。コメント159ということで、妨害コメントなくて非常にいいですね。静かで。シカゴさんは桜井ジャーナルですね。ということで、今日の木曜日の放送はこれで終わりです。明日金曜日ですね。シュウさん拍手ですね。ありがとうございます。ということで、ライブを終了します。お疲れ様でした。また明日、まあ6時半頃ですね、開始したいということです。安倍、橋本、パク・クネ、三つ子の兄弟というのすごい似てますよね。ファシストであり、嘘つきであり、ファシスト三つ子、お茶、エベレストさんですね。ということで、終わりです。どうもお疲れ様でした。